この占い、信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎ、玉木の都市伝説コーナーです。はい。某青年ですね。今日のお題はじゃん。某青年の留学費用、警備費用はどこから出ているのか。あと、解決金を渡すならどこから出るのか。っていうのを占いたいと思います。はい。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録と通知音をお願いします。ツイッターでは個人鑑定の受付状況ですとか、日々のこと、占いのことをつぶやいていますので、ぜひフォローお願いいたします。はい。某青年のお金事情ですね。某青年のお母さんのお金事情も超気になるんですけれども、とりあえず青年のお金事情をちょっと見てみようかなと思います。はい。まず、学費なんですけれど、学費はね、免除されてるらしいです。1年700万、650か700万くらいかかるらしいんですけれど、全額免除になってるらしいんですね。で、それは入学時の、なんか80枚のレポートとか、なんかそういうのがあるらしいんですけれど、某青年の実力が、本当に実力があって素晴らしいから、免除されたのか、それとも、そのレポートの中とかね、何か経歴書みたいなのに、フィアンセの存在があって、それによって大学が、おお、これは、ちょっと大事にしなきゃいけない人じゃないかっていうことで、免除されたのか、そういう忖度があったのか。で、生活費っていうのは、なんか在籍してた日本の法律事務所が出したという噂があるんですけれども、それは本当なのか。ちなみに、2018か19年のニュースだと、今年、約束だとね、この法律事務所がお金、生活費出すから、アメリカの留学が終わったら日本に帰ってきて、働いてねっていう約束があって出してたらしいんですね。なので、この法律事務所が出してたとしたら、目的は日本に帰って働いてもらうためなのか、それともまたフィアンセの存在があって、ね、売名というか、話題になるから、もうそれだけでいいよっていう感じで出したのか。そして、警備費用。ね、警備費用はね、ちょっとややこしいらしいんですね。日本にいた時はね、これニュースポスト7の記事読むと、警察官の人件費を月30万円として20人で600万。さらに、某青年の自宅マンション近くでアパートの室を警察官の詰め所として借りてる。で、その家賃も毎月かかり、合計すると、某青年の警備のために月々700万近いお金が投入されてます。もちろんお金の出所は国民の血税ですっていうことで、これは過去ね、まだ日本にいた時、ニュースポスト7の記事なんですけれど、ただアメリカ留学の時にはルールが変わるだろうと。アメリカでの警備は現地の警察に任せることになるでしょう。で、警備費用に関しては日米両国で何らかの取り決めがあるなら別ですが、アメリカ国内のことですから、普通はアメリカが負担するのではないでしょうか。で、民間の警備会社ではなく、警察に護衛を頼むのであれば、費用はアメリカ国民の税金から賄われることになる。これは週刊女性プライムの記事でそう書いてあるんですね。日本の税金が使われているという可能性も全くないとは言い切れない。どっから出てるのかしらっていう、アメリカの人にしても日本の人にしても何ともこの微妙な話題ですね。うん、警備費用でしょ。で、あと例の解決金を出しますからっていうのを、もし解決金を渡すならどこからなのか。実は貯金がある説。この辺、なんかいろいろもらってるじゃないですか。この辺からコツコツ貯めて貯金があって、そこから出すのか、税金なのか。で、この例の法律事務所ですね、在籍してて、ここで働いてねって言ってて、法律事務所が建て替えるっていうのも可能性もあり得るっていうことで、お金について占ってみようと思います。あくまで都市伝説でございます。某青年って誰かしら？誰かな？誰かな？某青年って誰かな？はい、学費免除は某青年の実力によるものですか？全額免除。あ、ちなみに、これ、マウントでもなんでもなく、私も大学、全額学費免除でした。それはただただ、家が貧乏すぎて、母子家庭でね、うちも、
母子家庭でしてね、養育費も0円な家庭でしてね、超絶貧乏な家庭で育ちまして、なんとか大学は行かせてもらいましたが、ずーっと、院まで行ってそこまでずーっと学費免除をさせていただきました。なので、勉強は常に頑張らないといけない状態だった。うん、はい。学費免除は某青年の実力によるものなのか。はい。某青年の真の実力から勝ち取ったんでしょうか。いいんじゃ、資料深いですね。うん。これは能力値としては高いと思います。これは結構良いですね。対策注意点。せっせい。賢くやったんでしょうね。そうだな。なんかこう、輝かしい能力っていうより、計算高く分析して、かなり緻密にやったんじゃないでしょうかね、これ。うん。じゃあ、フィアンセの存在っていうのも、プラス加点としてね、フィアンセの存在があったから、学費免除もあったんでしょうか。どうなんでしょうか。はい。フィアンセの存在はどんなプラスに働いたのか。恋人の逆。ほう。これはな、もしかしたら書かなかったのかな。対策注意点。戦車。あ、フィアンセの存在はこれ関係ないかもね。学費免除。じゃあ自分の力だけで勝ち取ったかな。ね。そうしたら、とても、優秀ですね。では、生活費はどうしていたのか。生活費は、在籍してた日本の法律事務所が、ね、なんかこれ、検索すると出てくるけど、名前言っていいのかな？言わないでおこう。都市伝説だもんね。うん、なんか、日本の、在籍してた日本の法律事務所が出してくれたんでしょうか。生活費。これ、母ちゃん何の仕事してんだろうね。バイトくらいしかしてないんじゃなかったっけ？なんかケーキ屋さんとかで。よいしょ。はい。日本の法律事務所が出してくれたんですか？そうですね。審判。対策注意点、フール。じゃあ、目的。そのね、日本の法律事務所が生活費を出してくれた目的っていうのは、某青年に日本に帰ってきて働いてもらうためですか？となると、やっぱり日本に帰ってきて働くのかな？どうなんだろうね。今帰ってきてもめっちゃ肩身狭いよね、と思うんだけど。ね。でもこの前の占いでもさ、なんか、フィアンセ様はめっちゃ帰ってきて欲しそうだったけどね。はい。日本に帰ってきて働いてもらうためですか？いいんじゃ、あ、そうですね。これも、そう狙ってますね、ちゃんと。期待してます。めっちゃ期待してる。じゃあ、ここでも、法律事務所が生活費出したのは、フィアンセの存在があるからですか？これはありそうな気がするけどね。法律事務所の知名度を上げるとしてしたら、むちゃくちゃすごい話題だもんね。某青年が働いている法律事務所です、みたいな。良くも悪くも、すごい、めっちゃ長腕るよね。フィアンセの存在があるからでしょうか。あ、めちゃくちゃある。むちゃくちゃある、うん。日本に帰って働いてもらうためよりも、むしろこっちが第一目的のような気がする。うん、そうね。めちゃくちゃ強いね。先行投資だ、みたいな。フィアンセがね、いるなら、某青年、のために先行投資だ、お金生活費なんて、こんなの安いもんだよっていう感じで出したのかな。はい。じゃあ、警備費用。問題の警備費用でございます。はい。日本の税金から出てるんですか？何人くらいついてんだろうね、ニューヨークで。日本より治安悪そうだけどさ、ニューヨークの方が。わかんないけどね、行ったことないから。どのくらい、一体何人くらいついてたんだろう。大学の中も、こう、SP とかがついてたのかな。はい。日本の税金から警備費用出ていましたか？じゃん。おー、女帝！女帝のカード。対策注意点が死神なんだ。日本の税金から出てますね。死神。いつ止まるかわかんないような。では、アメリカの税金ですか？アメリカの方も複雑だよね、気持ちとしてね。
ええー、みたいな。某青年の警備費アメリカが出すのみたいな。日本人より複雑なこの気持ち。多分きっと、うん、出てたらね。はい。アメリカの税金から出てましたか？おー、むっちゃ出てそう。日本の税金からは女帝のカードで、アメリカの税金からは法のカードだ。どっちも出てますね。両方出てると思う。うん、折半くらいか、アメリカが若干多いか、両方から出てます。じゃあ、解決金です。ハピーさんに、解決金を渡しますって、言いましたけれども、その解決金渡すとしたらどっから出るんでしょうか。某青年の貯金でしょうか。400万円。貯金から出すんでしょうか。はい。貯金から出す。ないな。これは違うな。対策注意点フル。うん。貯金はないかな。うん。そんなにない気がする。じゃあ、税金っていうか、某団体からっていうか、某団体から出るってことはイコール税金ですよ。税金から解決金が支払われるんでしょうか。謎だね。税金から支払われたら、なんだそれっていう。私たちが働いて、なんであなたの借りたお金の、ね、パピーかわいそうだよ。かわいそうだけど、税金からは筋違いなんじゃないかって思うんだけど。税金から出ちゃったりするんでしょうか。あ、出ない。よかった。税金では出なそうです。うん、マジシャンの逆。じゃあ、これかな。例の法律事務所が建て替え。将来うちでちゃんと働いてくださいねって言われてる法律事務所が建て替えてくれてる。これで働かなかったら、ね、ますます最悪の泥沼にはまるけどね。この事務所でちゃんと旺盛ね、働くのかな、将来。生活費ももらって、なんか、むちゃくちゃ先行投資されてきたわけだけれども。はい。例の法律事務所が建て替えてくれるんでしょうか？はい、どうでしょう。あー、タワー！トラブルの予感。これは、全部否定されたわ。タワー、これはね、出さないって言ってるよ。法律事務所。出さないって言ってるか、出すなって言われてるか。なんか、わ、トラブルアクシデントですね。法廷から、いや、それは、うん、法律事務所さん出さないでくださいって言ってるか。社長が、いや、そんなもん出せないって言ってるか。超トラブルの予感がする。ちょっとさ、この法律事務所で働くのかがめっちゃ気になってきた。過去に在籍していて、生活費ももらっていたとされる、法律事務所で、某青年は働くんですか？日本に帰ってきて、そこで働くのか。働かないってなったらさ、生活費返せやって話だよね。そこで働くの？働かないの？ちょっと待って。対策注意点、女帝。なんだろうね。女帝が用意するところで働いてっていうのか。ちょっと、これさ、生活費出してもらってたっぽいじゃない。日本に帰ってきて働いてもらうためとか、フィアンセの存在があるからこうね、そのために先行投資だみたいに多分もらってたと思うよ。今の占いの結果を見ると、あくまで占いだけど、うん、もらってたと思うところで、やっぱり僕働きませんってなったら、どうすんだろうね。うん、そうね。でも、今回はこの辺にしておこう。ちょっとした疑問を残したまま、この辺にしておきましょう。はい。いやー、怖いですね。怖いなー。はい。この占い信じるか信じないか、あなた次第です。では、じゃんけんいきます。玉巻じゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。